本日は長野県民歴7年目のタイトさんがどれだけ長野県のことを知ってるかチェックしたいと思います。皆さんこんにちは、坂井タイトです。ゆうこです。私たちは東京都から長野県軽井沢町に7年前に移住してきましたけれども、すで、はい、にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私は長野県長野市出身で、タイトさんは東京都出身なので長野県民歴が、はい、まあ7年目ですね、はい、丸6年経ってたという感じですけれども、はいはい、それでですね、まあ、私たちのチャンネルは軽井沢町だけではなくて長野県全体の観光とか、まあ、歴史とか文化に関する動画とかも作っておりますけれども、はい、本日はですね、長野県の地名が難しすぎると、読み方が難しすぎると。そうなんですね、なんか読み方が難しいっていうことを、まあ、ほら、我々ドライブトークみたいなさ、はい、あの動画も撮ってて、謝罪動画をお送りしてますけれども、よくね、視聴者さんからこの読み方が違いますよってご指摘を受けて、まあ、やっぱりなかなかそこまでね、自分たちだけだと知ることができないので、まあ、なんでちょっと今日はどうしようかなと思ってたところ、なんと漢字読みクイズという企画が私に課せられたという、はい、そういう状況になっております。それでは早速いきたいと思います。はい、じゃじゃん。まあこれはね、さすがにわかりますよ、はい、近所じゃないですか。近所です、はい。東の御と書いて東御ですね。正解です、はい、東御市ですね。よし、こちらの名産わかりますか、ちなみに。はい、こちら東御市はですね、くるみの生産量が日本一ということと、それからぶどうや桃、こういった果物も有名でして、ワイナリーなんかもね、たくさん点在しているというような、まあ、そんなエリアでございます。はい、100点素晴らしい、特産品までちゃんとね、言えて偉いですね。さすがにこれ間違えたら怒られます、はい、怒られると思います、視聴者の方。はい、はいはい、では第2問です。また入っていただいておりますけれども、長野市の方に行きますね。はい、現在は長野市の一部。おお、鬼がない里。まあこれ音読みか訓読みかどっちかですよね。音読みだったらね、キムリとかなのかな。キムリ、あ、キムリってなんかかっこいいですね。訓読みだと鬼なし里。キムリでいきましょう。キムリ。ブブー、不正解です。お、正解はキナサと読みます。あ、キナサ。あ、でもまあ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 近いじゃないですか。そう、先ほど言ったように、はい、先ほどタイトさんが言っていたように、まあ、鬼のない里と書きますけれども、こちらはある伝説が元になってこのように呼ばれています。お、こちらの伝説はですね、天武天皇に関わるものでして、で、ね、まあ、あのいわゆるその大和朝廷がこう台頭していく中で、鬼退治というようなものが、あの行われていまして、まあ、こちらもそういう、関連で、684年頃に、天武天皇が信濃国に遷都を計画していた時に鬼退治をして、この地域が鬼がいなくなったということで、鬼なさと呼ばれているということです。ほ、あ、じゃあこの辺りに遷都する計画があったんだ。そうですね、それは知らなかった。意外ですね、まあ、全国で言えば桃太郎、この二対一の桃太郎ですとか、はい、あと北軽井沢のあたりもね、結構鬼ってつくような地名があったりとか、まあ、いろんなところでそういうのがありますけども、この鬼の歴史もね、結構掘っていくと興味深いなと思います。はい、はい、書きましたか。お、こちらはですね、あずさ川、わかりますね。あずさ川パーキングエリアだったかな、サービスエリア、ちょっとどっちか忘れましたけども、あずさ川、最後がね、これ和人の和なんですよね。魏志和人伝の、はい、魏志和人伝なんて久々にしゃべ、あの、言葉、魏志和人伝、魏志和人伝、中国のね、古文書ですけども、はい、和なのかな、和なのかどうなのか、あずさ川和か、あずさ川なんだろう。まあでも和しかちょっとわかんないから、あずさ川はでも和が続くな、和が続くとよくないな。あずさ川、あずさ川大和。お、どうだ。正解です。本当とかって顔に出ちゃってましたけど、あずさ川大和と読みます。この和、魏志和人伝のね、和がね、お、大和と読みます。本当ということです。ちょっと冴えてんじゃん。冴えてますね。いいですね。まあでも、あずさ川和っていうふうにはちょっと読まないだろうっていうのはなんとなくね、わかるかもしれない、まあ、読みにくいからね、ちょっとあれなんです。
こちらも長野市ですね。はい、こちらはですね、篠ノ井は分かりますね。篠ノ井線っていう電車があるので、はい、この後だな、篠ノ井会なんだけども、なんか篠ノ井会だとなんかちょっと委員会だったりとか、なんか婦人会とかそういう感じで委員会と婦人会なっちゃうかなと思うので、篠ノ井会うでしょ、うん、会うか、会うですね、語呂的にはね、なんか会釈の AA の気がするかな。なんか表情から読もうかな、合ってんのかな。じゃあ篠ノ井絵でいきましょう。篠ノ井絵、ブブー、不正解です。篠ノ井愛と読みます。愛ですか、はい、これね、あのこういう地名は意外と、まあ、この篠ノ井だけじゃなくてこの前にいろいろあるんですけど、で最後愛っていう地名が結構この付近はあるんですよね。はい、まあこんな感じでちょっと最後の読み方が難しいっていうものをお伝えしましたけれども、これは本当に私も読めなかったですねっていうものを出しちゃって、はい、はい、新州新町。うわー、これ普通にこれちょっとなんかバカにされた気がしますけども、はい、左右じゃないですか。でもこれ、はい、左右っていうと違うから多分出してると思うんですよ、うん、私も読めなかったですね。新州新町はちなみにあのジンギスカンとかで有名でして、トウモロコシがすごく有名な場所で、すごくあの甘くていろんな味のトウモロコシがある、なるほど、はい、場所です。お、いや、なんかこれもうね、あの当て字なんじゃないか説でいきます、はいはい、で左右なんで左か右か、まあいわゆる両方向ってことじゃないですか、はい、なので左右の当て字で、迷い道すごいですね。いや、それはありえない、はい、ありえない、ありえないから左右でしょ、はい、左右見て渡ってくださいってことなのかな。うーん、まあ、でもそういう地名も確かありますよね、なんかすごい当て字、まあ、そもそも なんでその地名にこの左右っていう字が出されたかということで、なんかね、分かれ道なんじゃないかなと思うんです。ああ、なるほど。なので、まあ公的な感じで、はい、だから二分かれ、うーん、どうですか。はい、二分かれできます。はい、ファイナンサー、うぶー、正解です。あれ正解はこちらですね、そうと読みます。そう、そうにうですか。そうにうです。そうと読みます。はい、新州新町の地名でした。新州新町ちょっとディープすぎるな。ディープですね。はい、そして最後、はい、これもなかなかかなと思いますが、はい、これちょっとバカにしてる感じがあるんじゃないですか。なるほど、はい、ちょっとこれ田中以外にありえないと思うんですけども、でもこれ引っ掛けなんですよね。いや、電柱みたいな、あんまりこれで田中以外に読むケースがないと思うんで、田中でいきましょう。なんかあえて優しい問題をなんか最後に持ってきていきます。田中、ブブー、不正解です。そんな私は優しくありません。そうですか優しい問題を最後に持ってくるほど私は優しくありませんということで、はい、正解がこれはイントネーションの実は問題ですね、読み方ではなく、田中と読みます。あー、田中ね。いや、これイントネーションが違うってことは田中っていう風に地元の人は呼んでるってことですね。そうですね、この辺りの方は田中と呼びますということで、そこが引っ掛け問題ですね、うん、実は読み方ではなくイントネーションということで、イントネーションがこの、まあ、軽井沢とか佐久市とか、このさっき出た東御市もそうですけど、東信地域と長野市だと随分、うん、距離的には近いんですけれども、うん、違うなっていう発見がありました。あ、うん、まあ、田中と近くにあの重野ってあるんですけども、はい、普通だと重野、ね、そうですね、こちらもイントネーションが、まあ、普通というか、まあ、東京から来た人からすると重野っていう感じなんですかね、うん、重野かな、はい、それは違っていて重野っていう風に読むという、うん、重野っていう風に読むということなんですよね、うん、はい、長野県の地名読み方クイズやってみましたけれども難しかったですね。そうですね、まあ、私あの長野県出身ですけども、私でも読めない地名とかって結構
構あるので、まあ、ぜひ皆さんもですね、あのこんな地名もあるよっていうのがありましたらコメント欄でぜひ教えてください。まあ、読み方はね、一つあのその地域に興味を持つきっかけになることだと思うので、まあ、こういう動画を作ってみましたけれどもね、あのより軽井沢以外のね地域もちょっと文化とか歴史ね勉強しないといけないなって思いました。この動画見ていただきどうもありがとうございました。いいねと思ったらぜひ高評価ボタンをお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。当チャンネルが続くようにスーパーサンクスでのご支援お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。